はい。ということで。はい。えー、あの、えっ、ー、と、収録に関しては、はい。2024年始まって初になるんですよね、この回がね。そうです。うん。大晦日から新年は何をしてたんですかあなたは。まあ、あれですね。大掃除がメインではありましたけどね。メインであって、で、それが、えっ、ー、と、大晦日。ん大晦日大晦日。大晦日,そ大晦日は俺、あれでしたよ。紅白。 久々に。びっくりした。出た感じで言うから。いやいや紅白久々にって言うとさ、出たやつじゃん。<laughs> 3回目の。いやいや、何で出たんや。久しぶりの。俺の知らない2回いつ出たんや。<laughs> なんか、こんな感じだったっけ。<laughs> <laughs> 言ったら、だって1週間ぐらい収録はしてないからね。まあね。総集編だけは上げてたけど。まあそうそうそうですけどね。え、紅白をなんで見たんですかなんで見ようと思ったんですかで見たってなんでだって3年ぶりって言ってるし、なんで見ようと思ったんですかうじゃ見たのはもう10年ぶりぐらいじゃん。あ、10年ぶりたぶん。で見たのいや、紅白見てみようかなって思って。要はさ、何かしらが。 あることが多かったからさ、うん、年末年始もさ。だからなんかあんまりゆっくりっていう感じじゃなくて、いつも通りの生活してると、うん、あの、紅白見ようって気になんないんだけど。ああ、まあ確かにそうかもね。今年さ、もう言ったじゃん、あの、年末にも言ってたけど、ほら、正直見るものあんまねえなっていうのがあったから、ねうん、紅白どうなってんだろうってちょっと気になって。うん、で、まあほら、誰出るかは、 前都みんのでも話してたらある程度知ってたじゃんちょっと見てみようかなと思って見たら意外と見れたなあ楽しかったってことずっとずっとっていうか途切れ途切れではあるけどザッピングしながらザッピングしなかった結構ういった紅白で何からかの何かしら飯作ったりとかさいろライジンやってましたけど一切見てないライジンは誰での朝倉美紀んみたいなやつ 朝倉海が出て相手の外国人の人気の選手が体重測定でオーバーしちゃって何キロ2キロぐらいかそれで戦うっていうはあなるほどね勝っても負けてもベルト剥奪みたいなやつで戦って海が勝つというじゃもうそれはそれで盛り上がってた盛り上がってましたよ格闘技ねでも大してあれじゃないの数字よくないんじゃないの まあ、あれだからね、アベマ。あ、アベマの話。うん、民放じゃないからね。あ、そうなのもう、民放ではやってすらいないんだ。あれ違いましたっけ全然、うん、わかんないけど。確かそうですよ。あ、そうっすか。うん、じゃあ、アベマと両方見てたみたいな。そうみたいな感じ、僕は。うん,うん。なに、どこで、あれ嫁川実家。ああ、そうそうそう,そう。毎回、毎年そうだっけ、はい そうです。えー、っと、そうなんですけど、あっち側にそれ、アベマ登録してないんで、うん、一応、見てたのが、えー、っと、なんやったかな、紅白見ながら別のチャンネルを、うん、お父さんが基本、チャンネル権を持ってるんで、 まあ、テレビはね、そうそうみんなでみんな一個だったら。で、お父さんがチャンネルを変えるのを見るっていう感じですね。なんか野球選手のさ、WBC に出場者選手が、うんうん、対談するみたいな、インタビューするみたいなのがあって、っっそれを見てましたね、ちょこちょこ。こんなの見るやついんのかよって思ってたわ。<laughs> あれ意外と面白いから。<laughs> マジで。あれ意外と面白いから。こんな見る人いる年末にって思ってたイチローが別の選手の評価をするみたいなとかね。 あんなんとかはなかなか見られないですからダルビッシュがいないとみたいな話がね <いや S 1> あまあ俺がそれで見,見ようとした瞬間はなんか本当にインタビューだったからそ知らない人だと思いますよあそうまあ有名な人だと思いますけど、う,う,うん、ねどうん、そうそうそうそんなんとえーと「紅白」を見てましたね「紅白」見てたんです見てましたあなたの好きなミサモン出てたじゃないですかいや別にミサモンミサモンの時俺見てねえかもしれないんでだよ唯一見てねえかもしれない トゥワイスの「ももの名字は」って言ったら平井って普通に言えたのにな、うんで見ないんだよミサも平井さんでしょそう平井さんって言うなよ知ってるもともとももになる前から知ってるみたいに <laughs> えっえっ、ー、とー誰がよかったっすかえっとね俺ね、うん、あのー、なんだっけ何ちょっと誰出てたか思い出すんだけどさうん <laughs> 俺 見てたかな本当に。見てたこんな人っていう感じだったけどな。あのうん。あれ良かったっすよ。何ポケビブラビ。あ、マジかって思った見た。なんでこのタイミングで復活したんって。なんか何十周年とかだったよね。25周年とか、3周年とか。テレビ放送70年特別企画あ、そうなんすか。うん。あ、そうなんすセーラー服と機関銃とかさ。うん、あやってたやってた。で、その前が、ヨシキ。 なんかすげえメンバー集めてやってたんだけどそれはああってなったね XJAPAN じゃないメンバーでやってましたねすごいメンツ集めたなって年末忙しそうな人たちの松岡さん久しぶり見た俺あソフィアのねあそうそう全然変わらないんだなって言ったねソフィアの松岡さんとハイスタのンバさんとかもあそうそうあと黒夢 秋原さん、そうそう。出てたね。すごいなぁと思ったね。すごいメンツ。このメンツ揃うことそうそうないだろう。そうそう。あれは驚いた。代にはたまらんのじゃないあれね驚いた。ただ、やっぱり、ね、なんかちょっと悲しそうだったね。うん、まあまあ、それはね。それはまあまあ、そういうことですから。うん。椎名林檎とかも出てたし。あ、見てないな。よかったな。椎名林檎。あとは、 覚えてない。あれえっと、千葉祐介っていうシーンありましテンフィードね。はい、そうあれも良かったですよ、僕は。ちょっと、いろいろ思ったよね。なんか、星野源がさ、見とらんかも。あ、見たか。あの、外でやってたんだよね。なんかすっごい寒そうなところで。で、あの、吹き抜けのところにさ、プールみたいなのがあっ見てないかもじゃあ。プールの上に、透明な、 アクリル版のステージみたいな。凍えた中、やってたのよ。うん、で、椎名林檎見てるときに思ったの、うん、あの、バックバンドが、東京事変とか関係ない人ばっかりだったから、うんうん、あ今回は椎名林檎名義だからなのかなって思ってて、うんで、そしたらその星野源の方のコーラスの人が、すごい、なんか、ロン毛でさ、うん、ちょっと、 若干汚らしい感じというか。見てねえや。あの、思ってた、ホーラスのイメージと違うのよ。ホーラスってなんかみんな爽やかな人とかまあ確かにね。ちょっと大人っぽい人がやるじゃん。そっちにメイいっちゃダメだからね。そうそう、目立つすげえ目立ってメインじゃないから。ホーラスの男の人が。はで、誰だ、この人って見てたらさ、あの、次編のギターやってた浮雲さん。浮雲さんが、ギター持たずにコーラスだけ。 ほら、初めて見てギター持ってない、うん。ヒグモさんが、で、星野源の方に、コーラスで参加してて。なんでなんだそりゃって思った。シナリ側どういう使い方って思った。ギターで。しかも、星野源側でもギター持ってないっていう、なんか、不思議な。まあ確かにやってんだけどさ、バックバンドで。そうですけど。ギター持ってせりゃいいじゃんって思ったんだけどさ。ップなのに、ギター持か使い方だったな。すっげえそこ気になったわ。ええ。 あとはまあ、あれですね。やっぱエレカシとかの、あの、あれ意外と良かったですよ。何絶対あるだろうなと思ってたけど、白い雲のように、有吉さんと藤井文也の二人が。F ブラッドの。そうそうそう。あれじゃなかったわ、でも。何大鳥はね。俺は白い。 雲のように大鳥って。いや、それはないでしょ。視界が大鳥ってないですよ。しかも、その、紅白関係ないところだから。そう。ミー、ミーシャさんですかね。でも、いつもっすよね。なんか最近は。最近そうらしいね。なんか、うん。あんま知らなかったんだけど。そんな感じ、覚えてるので言うと。紅白の話してねえんだよ。ずっとどこで言おうか思ったけど。えじゃあ、紅白の話だよ。してねえよ。紅白の話なんか。あなたの、 年末年始何してたのって話なのよ。<laughs> <れ>紅白見てたって紅白に咲くんじゃないのこ,<れ> <laughs> こんな時間長い。え <laughs>、<laughs> 紅白良かったよっていう。あはい、意外とマジで良かった。はいはい、あ、じゃあそれで年を越すんだ、まま意外と面白いぜ、紅白。知らないかもしれないけど。みんな知ってるよ。視聴率一番取るんだよ、一年間、ね。あの、剣玉が大変なことになってた。うん、あ、失敗してたやつうん見。見てた見てた。あれ、やっぱり通せなかったね。 うん、失敗したまんまでは。見てて思ったよ。うん、あれって。うん、失敗したのよ思っててすごいツイッターっていうか、X 荒れっててあ。あ、そうなんだ。荒れてるっていうかもう。 あれ、失敗してあれ、あ何番失敗してるだろうとかってって結局、だから僕も失敗してるの見てるから、家族で、あれ、失敗してましたよねってなって、うん、たよなみたいな、うん、あの、恥のやつが失敗して、って言って、うんうん、で、もその、ギネスには通ったっていうから、これ、どうする紅白で年末やし、うん、言うと思う、言わないと思う。終わってから言うと思う。うん、それとも途中で言うと思う話になって、うん、お金かけたかけるか、そんなもん。<laughs> なんでやねん。<laughs> 剣玉で、で、うん、どうなんだろうな途中でね。うん、そう。すません、先ほどの、みたいな。 めちゃくちゃびっくりした、あれ。ね。ネタばらしというか。ネタばらっていうか、まあそうでしょうけど、でもあの子ずっと言われそうやなだそう。でさ、もう顔とかも映ってるじゃん。だから結構いじられてたんだけどさ、ネットでは。彼はでも、今後、あの、ポジティブに捉えてほしくて。一生言えるぞ、これって思った。やったーって言ってる時、端の方いたよな。うん。そうそう。で、あの、近寄らなかった。うさっそやろ だって、落としてんだでも、でも、ちょっとだけ手挙げてた。でも一生言えるのはそうやね。いや、だって、何年の紅白見ましたって言ってさ、面接とかでさ。宮山さんのね。そう。あの時僕出てて、へ何出てたのあの、けん玉の。あ、けん玉ね。あれ参加してるん。やってるやってる。面白かった俺やってるじゃん誰だよ、俺。やってんじゃん、俺。なんで気づかねえんだよ、ずっと。 やってんじゃん自分でやってたから。やってるじゃん自分の。審査役。役やってたの。なんでやねん。う二役やんなよ。で、その時に。何ていうのえ、何してたの僕、あの、十何、六十何番で、けん玉落としたんですよ。16番ね。十六番で。えぇなるよね。採用ってなるよね。採用となるかどうか分かんないけど、もう、すごくプラスやと思う。めっちゃ興味湧くってなるよね。あれあなとどうしたのとかさ。なるよ。 そういう意味では全然プラスだと思うよ、あれ。プラスよ。彼の今後の人生今はいじられると思うけど、しばらく。なんかあの、別の曲で、例えばだけれども、あの、変わった人を紹介しますみたいなやつ出てほしい。うん。こんな経験してますみたいな。なんかね、若林さんとかやってるような番組なら、いい感じにやってくれ激レアさんみたいな感じね。そう。確かにね。彼の人生ちょっと、 あの、先まで考えちゃったな。うん、いいことだと思いますよ。でも、あの子はすごい盛り上がると思う。これから、あの子の人生。いいと思う。あの、へこまないでほしいんだから。あんなん別にさ、失敗しちゃっていいんだから。いや、そんなことはないけど。いや、いいよ、別に。一応ね。あと、もっと言うと、パンサーの小勝さんすぐ失敗したから。うまあね。やり直してね。うん。あとさ、けん玉すんな。普通に歌えよ。あれさ、思ってたのって。ってなんないんだよ。と、あの、 入ってこなくない入ってこない。あの人うまいのに。宮間博さんでしたっけ。あの人さ、俺どういう気持ちでやってんだろうってずっと思ってた。そうだよ。鳥、あの人やた全然入ってこないしさ。そう。で、最後、お前もやるんかいって思って。あれさ、けん玉追っかけるじゃん。やってるかどうかみたいなガーって言ってさ、あの人、この日のために着物作ってさ、芸にしてるわけじゃん。けん玉のせいでそれがあんま映んなわけじゃん。そうだよ。どう思ってんだろうな、あれ。いや、だから、あれ、打診されるとき どういうんだろうって、うん、あのステージで「今回はけん玉とコラボになります」って言われたらさいやと最初ね何年目かだからこれ、うん、けん玉ってなるでしょ、うん、いや面白いですねって言うんじゃないですかかな、えー、イメージできてなかったからねんみんながけん玉にしか目がいかないこといやできてないっしょ 自分の回でギネスになったら、ニュースになったら自分の名前も乗るち、面白い試みだなって思ったぐらいじゃないですか。多分、何も考えずに演したと思いますよ。面白いなぐらいで。まさか、自分が映んないと。らないって思わない。ってないと思いますよ。このリハーサルで気づくんじゃないですか。うん。カメラ見て。あれ映っとらんや俺、みたいな。まあでも言えないよなそこまで来たら。感想もさ、歌じゃなくてん玉の方じゃん。うん。まあまあそうなるよなあれをさ、 白組と取っていいのいや、あれはさ、コーナーでしょあんなの。うん、そうだね。ねえ。うん。って思っちゃう。いま、あ。すげえ、あっこだけ、めちゃくちゃなんか、記憶に残ったな。あれ、あと、知ってますあの、クイズ正解は1年後っていう番組があってさ。ああ、毎年やってるよね。えっと、あれは30日になってたんですよ。うん。12月のね。そこでやった企画がすごい面白くって。うん。それっていうのが、 あの、剣もやると、宮山さんの回でね。やるから、その1日前に、ギネス塗り替えないっていう。なんで塗り替えたら焦るんじゃないかって。ああ、さらに増やさなきゃいけない。増やさなきゃいけないから。塗り替えてみないっていう企画やってましたよ。悪でも10回も行かなかったみんな。い1年間練習したの。俺さ、あれ、みんなどれくらいやってんのかなって思ったわ。一るんじゃない年。だってクイズ正解1年後でも1年練習したって言ってましたもん。 まあまあでも、片手間でしょ、絶対。まあ、そりゃそうよ。だからやっぱり、その、百何十人、呼んでるんですよ。で、若手芸人さん呼んでて、一瞬も映らなかったわ。あ剣道もやってるとこ。あの、そこまで行かないから、落としちゃってみんな。まあ、そうだろうなええーって若手芸人さんが暴れるんだけれども、そこもあんま映らず終わる。まあ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 。や、あれはあのプレッシャーで、よくやったなって思うけどね。やりますよ。 でもやっぱ膝見てるとみんなの僕もけん玉好きなんでよくやるんですけど、うん、膝見てるとあれかなり練習してますよだから、あれなのか,、ねうん、かなりや教会とかに入ってる人だかねそうそうそうすんごいうまいもんあのね素人の人って動くんですよ、うん、けん玉がね、うん、剣の部分が動くんですけどやっぱ動かないもんみんな固定して膝だけでやるみたいな感じだよ、ね、そうんかあのうまくない人は、えーとね、皿があるでしょ うん、皿の部分を合わせに行くんですよ。うんうん、じゃなくて、上手い人って皿に乗せに行くんですよ。うんね、固定してる。そうそうそう。<の>みんなはそれできてるから、絶対、やってるもん。<laughs> いや、そんな、そうだろ。<laughs> 絶対やってるんですって、あれ。<laughs> いや、そう、誰もが思ってるよ、そんな。<laughs> やってるから、その中で、ね、やっぱ16番だからいいんですよ。うん。うんまあでも、本当に、けん玉の1年だなって、なったな、あれで。まあね。なんか、それぐらいイン,インパクトあったわ、なんか。あああれでね。 しょうもな企画と思ったけど、ねうん、最初見た時。最初はね。なんか、ハラハラしたもん。うん、新年何してた新年は何してたっけなでも、家いる感じだよ、うん、普通に。にあの、そうそう。あれ、あれやってたよ、あの、なんか、お餅焼いたりとか。えー。したよ。あ、餅焼いてないわ、食べたけど。なんか、 やんなきゃなってちょっと思ったもん。うん、あ、時間がなければやんなくていいなって思うけど。まあまあ、なんか、あんだったら、ぽいことやろうってちょっと思ったな。一週間休みがあったしね、その収録自体は。うん、そうそうそう。うん、あれ、なんか、お参りとかえお参りあ、僕初詣とか僕は、まあ、大晦日は同じような感じでしたけど、紅白見て、みたいな感じで。うん、お参りしましたけど、別にそんな、あれですけどね。だから一日ぐらいしかいないもんね。 うん、なんか今日がもう8日ですけど1月のね、うん、8日ですけど2日に寝て起きたら今日だったって感じえそんぐらい寝てた <laughs> ずーっと <laughs> いわゆる寝正月ねいやもう寝正月っていう人が心配するぐらい寝てたなひどいぐらい寝てたそれはな、うん、何そのどういう生活スタイルになるの いや、もう、目覚めたら。うん、でちょくちょくやんなきゃいけなかったじゃん。あの、サムネ作ったりとか。編集したりとか。うん、だから、岸本さんにサムネイルお願いしますって連絡するときあったじゃない、うん、その1時間前に起きて、その1時間で編集して組んで、うん、で、サムネイル作ってアップしての3時間ぐらいやったの。だから、実動毎日。それ以外は寝てた。すっげえ変な時間じゃん。20時間寝てた、だから。夕,夕方前とかさ、 昼ぐらいとかさ、うん、バラバラだったじゃい、うん、なんか。ああ、そうそうそう。らあれ起きた日。起きた時間。それ以外、マジで寝てる感じマジ全部寝てる。<laughs> 飯もあんま食わんと寝てる、ずっと<ー>、うん。夫婦で寝て。で、どっちかが先に起きたらご飯食べ行こうかって言って、うん、ご飯やってないとこやったら、コンビニで買うてとか、なんか作ってとか食べて、それ以外はもう全部寝てた。だから、正月番組一切見てない。ああ、俺も正月番組見てないな。だから、なんもしてない。ほんまにずっと寝てた。 あれもあったじゃん、震災みたいなのがあったからさ、なんかあんまりなんかしようっていう気にはならなかったんで、あね、1日以降ぐらいから。何人か知り合いがいて、その知り合いと連絡取れるまで起きてましたよ、さすがに、何人かとは取れて、でも結構、新年早々、大変なこと続いてはいるから、飛行機の話とかね、ありましたね。 ちちょっっと心配になっちゃうあのなんだっけ電車内でもなんか殺傷事件みたいなのが、うんあ,ね、あったりとかでしょ、うん、ありましたありましたあとあれびっくりしたのれ言ってるのか分かんないけどあの29日にさサイン会があったの,<ん>の年,年末の話年末の話、うん、29日にサイン会があってでそれでえー、と都市伝説店行ったのよ、うん、でその都市伝説店をさ、うん、まあ手伝ってくれているある一人、うん スタッフさんがいるんですけど、うん、そのスタッフさんは別でも仕事してるじゃない当然ね、うん、仕事していてでまあイベント会社なんですけどそのイベント会社でやってるイベントであのー、腹が腹をね包丁でかナイフかで刺すっていう事件が起きたのは、うん、腹を<え>刺されるみたいな事件があってえっってなって色々調べてみたら自分で刺してたの切腹ってことみたいな感じ、うん、でもそれは分かんないか理由が うん、きちっと。で、それが、なぜかみたいな話になってたんですけど、その、会社では、都市伝説みたいなことやってるからだろ。って言われたって言ってた。はあはあはあ。そこに、結びついちゃうから。それは無茶苦茶でしょうって言い返したって言ってましたけど、んそんなこともなんか、知り合いの、えー、現場で起きてたんだって思うとね、ちょっとゾッとしますよ。近いところにあるんだなと思った。えー、意外とその、えっ、ー、と、ニュースとか、 そういうもので見るああいうなんか刃物で同う,うってうのって意外と近いですよだからえ<ー>、うん、起きてることってっと現場にいたらしいんですから、まあ、だってその人がかなり確率高くなるねし死の <laughs> <う>なんかそういうのに近づくと知り合いかー思うしさあと昨年かまあえっ、ー、と2年前か忘れましたけど新宿で ええと、ATM、なんたらかんたらやってる時になんかナイフで刺したみたいな話あったじゃないあった覚えてないよ、うん、なんか会社員を、会社員が刺したみたいな。うん、後輩が先輩か先輩後輩が忘れましたけど刺したみたいな。うん、あの時いたのよ、俺も現場に。近くに。ATM のところに ?ATM のその時に新宿駅にいたの、俺も。うんうん、だからやっぱ近いなと思うまあまあ。最近は。新宿系はね、なんかしら事件起こるんだけどね。うん、ま,あまあ。あなたも、あれじゃん。カラオケ館で、 銃撃事件があった時にね、近くにいたときそれこそあれよ俺、ラーメン屋に車が突っ込んできた時すげえ近くにいたし、行こうと思ってたからね、ラーメン屋あとあれでしょ、歌舞伎町の飛び降り、そう、飛び降りもその日だったねそういう話を聞いてると、やっぱ近いんだなって思う、あるね、近づいてきたなっていうのが、ちょっと怖いんですよね。 そうだね。ねまあまあ、うん、ちょくちょくそういうのはある街だけどねきり、まあね、はないですけどそんな感じです僕は寝、ね、正月完全にじゃああれだねもうリフレッシュに使った感じだねやっぱ年末までもう詰めすぎてて、うんうん、もうほんまでもまあ寝,寝たら寝たで疲れるけどな、うん、そんだけいや多分ね疲れすぎてたからか体が、うん、もう全然 いくらでも寝られる。ほんとに。<laughs> はえー、ため寝したね。ため寝寝ためか。寝た目、うん寝だめ。しましたね。まあ、あんまりね、よくはねえと思うけど、その、うん、ちょっとでも、やっぱ俺、うん、全然戻ってこない感じするもん、まだ。あ,あるよ。俺もそうだよ。<laughs> なんていうか、戻ってこない。仕事モードにまだ切り替わらないもん。頭にさ、うん、もやっちゅうか、フィルターっちゅうか、かかってる感じしない 何かを考えるっていうのにならないんだよな全然そうかすげえだらけてる感じするわ別になんかね年末ぐらいから「あの美版とかさ「一気見」とかやってたんだけどいろいろ見た見た見たああ見たんだ面白かったわ久々にはまっちゃったな全然見てないなそれでいうと不滅の「あなたへ」「あなたに」「あなたを」知らない何それドラマいや漫画 アニメ化もしてるぐらい人気のやつなんですけどずっと好きやったんですよただマーチちゃんっていうすごい可愛い女の子がいるんですねちっちゃい女の子がいてその女の子が命を落としてしまうシーンがあるんですよで俺はその子がすごい好きやったからその子が亡くなってしまうっていうシーンから次読めなかったのも辛すぎてなんだけど正月寝正月してるしちょっと暇やし先を読んでみようと思って全部読んでったのめちゃくちゃ良かったわ イエスさんに本当に。先言えないんだけど、先言えないんだけど、いやめちゃくちゃ面白いのこれが。この不滅のあなたへ、あなたに、あなたを、あなたはわからないけれども。不滅のあなた何に？三そう。めちゃくちゃいいね。めちゃくちゃ面白い。まあまあ。二十巻も出てるのかまあそんな感じじゃ。そうです。もう何もしてない。すごいね。本当に本当に何もないね。何もないです。だってずっと寝てたんだもん。 へ、うん。ついさっきまで寝て,た寝てるっつってもそっか何も見てないんだもんね何も見てないよ本当にずっと寝てたからね<ー>あふっ吹っ飛んだ見たかなあ正月番組うんあれぐらいじゃないほんま正月番組マジで一個も見てないかもそれぐらいじゃないみた笑いなそれ毎年見るんでそれとあのー、まあそれは年末になりますけどクイズ正解1年後は必ず見るんで、うん、それぐらいじゃないですか 見たのって他何も見てないそうだねう何は違う紅白以覚えてないの何にもうんやっぱりどんどん見なくなるなもうまあね、うん、ちょっと新年まだ仕事モードになりきれてない感じですけどねぼやーというかボケーっとしてるというかまあ徐々に掴んでいくんではい、はい、まあじゃあそのリハビリの過程をね皆さんは これで楽しんでいただければと思いますけどす、ね。今年は僕ムキムキになるんで。ああ。音声でも伝わるぐらいムキムキにしてます。うん、なります、なります。なんか、チッシュチッシュッッって言うともう。いい、言ってるだけ。シモさん喋ってる時シャドウやってるから。シャドウやってるから。うん。シュッ、シュシュシュフランスはボタンねい。いいけどお前が大変なだけだよ、それも ノイズが入って。で、ストレート打つとき、パーンって言うから。フランスアボタで一緒。フランスアボタと一緒。いなチョイスがもう。知らないんだもん。最近で見てないから。見てんじゃん。プライドじゃねなんだプライド、ジン。ライ見てる。あれ、あれ。何ブレイキングダウンブレイキングダウン。ブレイキングダウンはやっぱ1分間だから、みんな同じ。みんな同じ。なんだろうなんでみんな同じ。ドーンと言ってガーンってやるだけよ。うん。あの技術ないから。 あれでもよく流行ってるねあれいや面白いよ面白いんだ面白いですよやっぱりうんんか技術がない感じ見えちゃうから技術がそれはそれでいいんだろうねなくても根性だけでどうにかなるっていうのがいいんですよあれは1分間だったらっていうそこなんだろうね素人でもいいっていうそうんかねやっぱり命削ってるなこの人たちっていうのがいいんですよねだってこの間なんてあれですよ オーディションで、足折ったりとか、相手の。オーディションで、えっと、歯折られたりとか、怒ってましたよ。なんでオーディションでやられんだよ。それもうさ、障害じゃないですか。いや、そうですよ。大丈夫かしらと思うよね、見てて。そうなんか、どんどん回帰になってるから。もう、上行くしかないじゃん。オーディションで刺されたとかさ、オーディションで撃たれたってなるしかないよね。だから、本当に強かったりとか、 本当にすごい人が出るわけじゃないんですよ、あれって。じゃなくて、オーディションで目立った人間が出られるわけだから。そういう人が勝ち取ってきてるから、今までも。だから多分、荒っぽくなっちゃってんですよ。オーディションで、前よりも前よりも。活躍してユーチューバーになってっていうのがもう流れだもんね。トレンドというか。それがブレイキングドリームですから、今。ね。だって、米尾さん、え、それ言われてるんですよ。米尾さんも、自分の店出してますから、お米の。そう。すごいんですよ。しかもすごい腕もいいというし。 あんまあ関係なかったよな、だから。<laughs> いや、まあまあね。そこも行き着くんだ。それの、まあ、軍資金というか、お金も、ね、そのブレイキングダウンで貯めてますから、それ素晴らしいことですよ。<laughs> ただ、ただ、それは、やっぱり、ごめんなさいね、うん、僕、格闘技とかが、まあ、それなりに好きっていう、あの、詳しいわけじゃなくてね、うん、あのね、理性とリスペクトがないんですよ。うん 昔の人たちも確かに、結構荒っぽい人はいたけれども、ボクシングとか、プライドとか、K1 にも、だけれども、理性とリスペクトがあったんですよ。むちゃくちゃ言いけれども、さん付けするとかね。例えば、あの、ピットヤンゴトキットがか、マストに対してとかね。とか、ま、いろいろあるんですけど、リスペクトがあったじゃない。ブレイクダウンってマジでないんですよ。理性もなんもないし。あれだよ、見せ物小屋に近いよあ、まあ、それ近いんでたただ、それでいいんですよ。まあ、そこういうもんだよな。やっぱり、その、 ルールというか、法律があるから、うん、そこを逸脱して殴ってたりと、顔踏んだりとか。ていうか、それをさ、うん、流してんのがすげえって思うね。あれはよく、なんで引っかかんないんだろうね。よくないよ。不思議だな。よくない。俺も好きで見てるけど、今回のやつに関しては、うん、ちょっとやりすぎちゃうかって思ったよね。なんか、冷えってなるだけだよね。うん。まあ <laughs> まあ、全然人気なのはいいと思いますけどね。なんか、ああいうジャンルが。なんつうんでトラッシュトークって言うんですか ト,トーキンの域を超えてるんですよねただのの知り合いになってるから技術もない、まあ、前は面白かったけどね今ちょっと怖いんだよなもうねなんかシャレが分かる人と分かんない人が混じっちゃってる感じがあるよねそう,そう,うんそうなんですよ、うん、あの本当に初代とか初代っていうかその初期の方の人たちはみんな,なんか面白かったりするんですけど、うん、今怖いんだよな そうなんだリアルになってきてんだいや怖いほんまに怖いなんかまあまあちょっとです。見ようって気になったら見てみるけどねじ塾野菜はほ本当もう顔面蹴られたり腕を腕あれだ脱臼させたりとかあのオーディションでオーディションでなんか衝撃映像だよなただいやわけわかんないですよ うん、本当にで座ってるブレイキングダウンの選手たちに殴りかかっていくから、うん、あっちょ走っていって<ー>座ってる方完全不利じゃん、うん、なのにやるんですよもう訳わかんないんですよねそれね、うん、でそれを止める側もなんか技術が向上してきて、うんうん、殴る寸前にさってサングラス取るみたいな、ね、あトルメガネ取るみたいなた、ね、ありました、ね、そう,そう、うん、あれも いやーちょっと怖いっす。<laughs> いやまあ <laughs> 何。ブレイキングダウンの話。いろいろ怖いんですよ、今。まあ、いいですよ。はい。あの、多種多様になってきたなっていうことですから。まあ、うん、中村さんとかが出てた時代が良かったわ。まあ、まあ、今もいるけどね。いらっしゃるけれども、ど出たてたかいからね。出,いいうん、出たてちょい前とか出た、出たぐらいが一番楽しかったなって思います。今思うと。はい。ということで、まあ、じゃあちょっと、しばらく、 アイドリング的な感じでね。そうですね。あの、見守っていただければ、はい、徐々に、ね、あの、ね、できるようになっていくと思います。踊るまで。はい。ということで、今回はこんな感じです。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。